大成功じゃないよ。20分くらい寝ちゃった。8時からする予定だったもん。一回7時45に起きてたんだけど、二度寝しちゃった。二度寝しちゃう。朝ごはんまだだね。しるみちゃんって誰だと思ったら翔平さんだった。新幹線気をつけてね。すごいな。まだ荷造りしてないんだよね。ファイナル放送さんかと思った。今日飛行機乗るのちょっと怖いよね。あいよ。仕事だったら仕方ないよ。また次見てね。集落行くよ。ありがとう。え、今完全に寝そうだったよ。席固まってた。あ、本当？え、わかんない。それは私は多分制作さんが決めてるからね。どの辺だったのよ。っての方じゃなかった？分かんない。それは私は決めれないんだけど、
めっちゃ前じゃないそれ。前説とかやれればな、みんなのこと絶対見つけれたのに。カーテンコールもあんまキョロキョロするのよくないなと思って。めっちゃ前だよね。あの最後のカーテンコールでめっちゃキョロキョロしてたら逆に萎えるよね。個人挨拶？何それ？めっちゃ固まってるやん。最後一人かたや、長い挨拶はないね。今日は多分役者紹介があるっぽいから、先週大阪千秋楽でその時はみんな探せそう多分だけど、どういうものかまだ分かってないけど。ストレスチャレンジ？主張して主張。びっくりした？最後さ、私どこに行ったか分かった？
うんうん、怒るかやっぱ。まあ千秋楽東京も終わったらどういう風に解釈したか早よ教えてください。主張するの私が。全然長くなっていいよ、嬉しい。この配信は9時50分くらいです。頑張る、ありがとう。顔出しはメイクが早めに終わったらあります。メイクと荷造りが早めに終わったらあります。ちなみにまだ布団から出てないんだよね。どっちから先にやろうかな、荷造りかな。やっぱ動いて目を覚ます作戦。自分暖房つけてるから部屋が温まったら出れるからね。今日ちょっと寒くない？
うん、このまま寝入ってしまったらこの世の終わりだ。昨日よりちょっと寒い気がする。最近めっちゃ暖かかったよな、嬉しかった。すんごい暖かかった。少しも寒くないわ。追放されなきゃ逆に本当に。私逆に夢見なかったかも全然。家の布団より暖かい。家の布団めっちゃ柔らかくて暖かくしてるからな。あにゃ。出れない。おはよう。声出してこ、声。おはよう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 ございます。よろしくお願いします。
よし。おはよう。出れない。出れないぞ。顔洗おう、とりあえず。とりあえず顔洗ってみよう。最近電気をつけよう、部屋の。まず部屋の電気をバチバチにつけて、飲んでからの顔を洗おう。冷たい。タイトルそれ。本当に目覚め良くないんだけど。脳の奥が寝てるもん、まだ。いや、そろそろドライヤータイム入ります。いくよ。この化粧水を塗っています。演技良かった、ありがとう。そして髪を解きます。ドライヤーをします。
ほんと寝てる。顔が寝てます。みんなもニヤついちゃうよね。ドライヤータイムライリスンさんと湧くよね。わーい、行くよ。上履き？ゴシゴシ。私より後なんてやばいぞ、布団出るの。健康反対法だね、それ。これ私配信してなかったら絶対寝てたわ。危ねえ、ほんとありがとう。絶対寝てた。みんな布団じゃん、怒るよ。勝手に切り始める女。ここだろ。息も怖っ。罪重っ。罪重すぎやろ。
となくなっちゃった。まさかの前科持ち。ちょっと水がぶ飲みしよう。行きまーす。よし、じゃあまず荷造りからしたいと思います。目標は15分で終わらしたいです。いきます。まずはメガネを探しますなぜなら見えないからです。で、ま、次に今日買ってきて帰る服を選びます。なるべくかさばるものを着ていきたいので、このモコモコニットは着て帰ります。下はどうしようかな。今日さ、厚手のニットにさ、モコモコにのカーディガンってどう思う？暑いかな？暑いか。段ボールで送ろうかな。でも段ボールがないんだよな。じゃあブラウスに厚手のカーディガンならいけるか。じゃあこれで詰めていってみよう。やっぱ送りたいな。絶対入んねえわ。絶対入らない気しかしないもん。大阪から東京ってさ、コンビニとかで送るとするじゃん。そしたらさ、次の日の夜とかに届いたりしないよね。届く？あ、マジ？いいこと聞いた。今日の8時くらいに送ったとしても、
朝ならか。朝は無理だな。入るかな。衣装は送れないね。私服だとワンちゃんって感じか。私服いくらいつ遅くついてもまあいいからいいんだけどさ。私服がかさばるよね。ニットの毛玉がえぐい。悲しくなってくるわ。ホテルとかにさ、紙袋ってあるから。紙袋くださいって言ってみよう。本当？電話しとこうかな。紙袋欲しいんですけどってチェックアウトの時に。とりあえず言っとく精神大事だよ。あと1個ぐらい入りたい。これは入れたい。今欲しいな。そしたらさ、詰めれるじゃん。持ってきてくれないかな。
いや、ダメだった。ちょっと着替えて取りに行ってくるわ、一瞬で。よそ行きボイス、ちょっと私のよそ行きボイスが発動してしまった。あるに終わった。絶対先入れといた方がいいよね。よそ行きボイス発動。だって今送ればさ、明日届くわけでしょ。そしたらほとんどの私服を入れといても問題がないってことでしょ。お土産まだ、今から帰りに買う。よいしょ。おすすめある？551とリクロおじさんは買って帰りたいねってみんなで話してた。そう、その2つは買って帰りたいねっていう。東京公演のメンバーとかに買おうかなって。ちょっと取ってくるわ、紙袋。すぐ戻ってきます、バンされないように。
え？なるせ。なんか紙袋がさ、思ったよりちっちゃい。どうしよう。紙袋が思ったよりちっちゃいでごわす。どうしよう。しかも紙なんだよな、ガチの。何も入らないでごわす。どうしよう。荷物用だと思うよこれ。テープついてるもん、ちゃんと。どうしよう。これニット1枚で終わっちゃうでごわす。閉まんないでごわすね、これは。これ積みすぎたら閉まんないでごわすね、これ。これは意味ないでごわすな。どうするでごわすか、これ。でごわすかね、これ。うわ、やらかしたでごわす、これ。どうしよう。ダンボールに入れて、これダンボールに入れて、どうしよう。送った方がマシだよね、ホテルのフロントで。絶対それがマシだよね。段ボールはあったヤマトね。なんかチラって横にあった。これはちょっとなんかもったいない気がする。段ボールはね、まあまあ大きそうだったのよね。どうしようかな。どうしよう。ダンボールって3000円ぐらいだよね。結構大きそうだったんだよね、ダンボールは。ダンボールでちょっと取ってくるわ、もう一回。くそー、うまくいかねえな。
取ってきた。完璧。完璧よこれは。でもメイクする時間がなさそうでこう怯えてる今。髪と先髪だけは終わらせたいです。メイクは向こう行ってから行くから。髪だけはやっていきたい。急がなきゃ。これや。ちょ、目覚めたわ、さすがに。さすがに目覚めた。多いね。昨日のうちにやっとけよってすごい思ってる。間違いないことを今言ってると思うし。ごもっともなこと言ってる。荷造りはさ、やっぱ出るときもするもんだよね。そうだよね。よし。そういうもんだと思うんだよね。よし、結構詰めれた。いいね、このサイズ。あー、よくばこれも詰めたかったけど。あ、これ詰めて。これは冷たい。何としても詰める。か。あ、これはいける。まだいけるぞって思っちゃうんだけど。まだいけるんじゃないか、まだいけるんじゃないかと思っちゃう。ここいらで勘弁しといてやるか。いけたとは思うけどね。ちょ、ここいらで。我慢しとる、しとく。そう、許してあげた。今送れば明日の夜行けるよね。
は22。お腹すいた。オッケー。送り状の解説。完璧完璧ペキペキペキペちゃんだ。よし、あとはもうちょっと水切りをして、これは着ていくでしょ、これは塗るでしょ、これと台本と、ペキトさんですよ、私は。12足持ってきてたんですよ、コーディネートに合わせて。一番かさがるっていうのにね。ここでコンタクトをつけよう。そう、ビスレイダーズだからな、私は。靴は2足だけ持ってきてた。衣装以外だと。
供品のファンデーション使おう。目標は紙巻いて下地だけ終わらせていくこと。1月号ありがとう。衣装の数は私物ですよ。てか衣装もほとんど私物。終わり。荷造りマスターだす。髪やる。荷造りリーダーだな。なんか忘れ物してそう。結構見張ったけど。帰りは爆睡しよう。戻るか。
しょ。結構見たんだよね。はや、これで忘れ物したらたらだいぶへこむレベルで結構見たんだよね。まあ紛れたりするしてるからね。テレビに刺さってたファイヤースティックは絶対忘れるだろうと思ったけど回収したし。最近ネットフリックス見るものなくなっちゃった。スティック持ってきてネットフリックス見ようって思ってたのにさ、結局 YouTube でキヨのゲーム実況見てたからね。なんか夜寂しいからさ、なんか流して寝るのね。大抵銀魂か夏目かキヨの YouTube。 いやキヨだけの声がいいから割と動物の森とか流してた。でもなんか夏目友人帳見たら優しい気持ちになるからずっと見返してる。夏目友人帳は全国の嫌な人に見てほしい。そこ楽しいよ。楽しかった、すごい。なんかいつもの日常と違う感じ。まあ、それはそうなんだけどさ、それが楽しかった。嫌な人を縛りつけて見せる回したいわ。マジ夏目見て優しくなれない人は本当に相当やばいと思う。手遅れも夏目見たところでだと思う。じゃないよ。うん、最近もう本当に余計に意地悪、まあ前から嫌だけど意地悪な人大嫌い。クレオールはあの1位のやつ、ネギ半玉みたいな。あとトリュフたこ焼きっていうのもあったから食べてないけど気になってた。
髪の毛終わった。早くない？美味しかったけどね。最初に10個食べてたじゃん。あれ美味しかった。タコハチ？美味しかったね。なんか一番トロトロしてた気がする。今日何食べるか分かんない。だって今日日曜日でしょ？めっちゃ並んでそうだもん。平日はね、割とすぐ帰るけど。列がえぐいからさ、電話注文とかできんのかな。めっちゃ混んでるよ。なんかね、平日と土日でね、全然量が違うと思う。いる、びっくりしたんけど、えってこんな人違うなんて思う。私のファンが多くてねとか言ってみて。ライブしたらその場の地域が荒れるほどに売れたい。このファンでいいかも。試供品でもらったファンデが良きなんだけど。あんなに今使ってるファンデーションのこと絶賛してたのに。こっちも用意。
46分。やべやべ、ファンデーション塗ってる場合じゃない。めっちゃいい。でもこれ買いだな。え、すっごいいいじゃん。おお、タンイドルウルトラウェアリキッドだって。おお、これは素晴らしいっすな。そう、試供品、試供品って新しい化粧品との出会いだからめっちゃいいよね。にんまりされちゃうだろうけど。よし、じゃあ行ってきます。ランキング13位、よしみさんありがとう。12位チャンピオンさんありがとう。11位セタンカさんありがとう。10位なべさんありがとう。ちょっと忘れ物を確認しながら。9位 662BPM さんありがとう。8位韓国ペンギンさんありがとう。7位エリックさんありがとう。6位ヨッチさんありがとう。5位ヒレ君ありがとう。4位幻さんありがとう。3位手遅れなライリーさん違うよ、手遅れじゃないよ。まあアイちゃんは無条件に全員全人ってことにしてますからね2位は衛星73、おはよう、帰るときに忘れ物をしない、了解。1位クリポンアット、布団が吹っ飛んでいい吹っ飛べた、吹っ飛べた、出れたちゃんと。ということで先に段ボールを預けて、このハサミ忘れちゃいけない、段ボール預けてからの部屋を出ます。ということで皆さん、また公園で会いましょう。見れない方も、また東京の方も待っててください。頑張ります。バイビー、行ってきます。